Et yo tout le monde, c'est Maya! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact épisode 137. Sur ce, bon visionnage! すまないが、契約は完遂できなかった。ココナッツ羊という反戦の獣に心当たりがないんだ。あ、がっかり。大丈夫だけど、がっかり。こんなしょんぼりするナナを見てたら、なぜだかすごく申し訳ない気持ちに。うん、ココナッツ羊のミルクは美味しい。普通の羊のミルクより美味しい。だからきっと反戦の獣。ごめん、ナナは記憶力が良くない。だからあのミルクの名前を書いた。探してみる。そうだ、これだ。美味しいミルク、ココナッツミルクだ。え？すまない、二人とも。七条と対等な立場であるために、よく考えもせず軽率な契約を結んでいた。なあ、大丈夫だ、勝利。リエユエにも諸行無常って言葉があるだろう。誰もこんな結末予想できないって。あれ、ナナ何か悪いことでもした？ごめん、オイラは子供の夢を壊せない。お前に任せるぞ。ナナが何やら考え出したぞ。有意義な人生の授業でしたね。ナナがお世話になりました。お前は？失礼しました。私はこの不墨路の店主、白術です。店主はナナじゃなかったのか？この首に蛇を巻いた可
かわいそうに。ナナでさえ十分単純なのに、それを上回る単純なやつがいるとは。ふえ、ヘビがしゃべった。しゃべるつもりはなかった。常連さんならまだしも、一元さんはびっくりするからね。でもこれ以上黙ってると、私は引き出しの中にいる蛇の干物たちと一緒だと思われてしまう。こちらは調整、悪意はありませんからご安心を。さて、ナナのおふざけに付き合ってくれたことはさておき、皆さんがここに来たのは何のご用ですか？こちらに衛星光は置いてるか？ああ、衛星光ですか。もちろんありますよ。はあ、よかった。少なくとも無駄足にはならなかった。300万モラで上質なものをご用意します。黄金屋を強盗した方が早いぞ。まあ、今は七星が黄金屋を使ってるから難しいと思うけど。300万、特に気にしたことないが、一般的に見れば確かに少し無理があるな。そんな大金オイラたちが払えるわけない。勝利ならもっと払えないだろう。確かに。どうすればいいんだ。また講師に助けを求めるしかないのか。ココナッツ羊面白すぎる。君たちそんなものに振り回されてたんだ。人の不幸を喜ぶな。ああ、涙が出るくらい笑わせてもらったよ。さて、君たちのおかげで笑えたし、この問題は俺が解決してあげよう。白術さんかな。俺はファデュイの執行官、講師だ。今後のためにこちらと協力関係を結んでおくのも悪くない話だと思うのだけど、どうかな。ふぼくろに必要であれば、ファデュイがココナッツミルクの仕入れ先をリサーチしておこう。あ、ファデュイはそういうのが得意だと聞いたが、このふぼくろがただのココナッツミルクで買収できると思ってるのか？ココナッツミルク、ココナッツミルク、白先生、ココナッツミルク。わかりました、わかりました。では講師殿、よろしくお願いしますね。この衛星光も特別価格で299万モラにしましょう。300万と299万じゃそんなに違わないだろう。299万、特に気にしたことないが、普通に考えて確かに。さて、問題が解決したなら、そろそろ玉境台に戻らなければいけない。講師殿、店主殿、七条、ではまた。面白い奴らだ。こんなに笑ったのは久しぶりだ。それで、俺が来る前からここに潜伏していた君は何か聞けたかな？はい、講師様。彼らは七星が黄金屋に。なるほど、なるほど。行幸、それと七星ね。奴らが黄金屋に隠したいものなんて、先祖の亡骸以外に何があるというんだ。すまない、でも忠告はしただろ。リーウェには
壁に耳ありということわざがあるとね。さて、これで労働者は雇えたし、衛星港の準備も終わった。ふぅ、やっとだな。どうだ旅人、この岩神を送別するための旅の中で何か収穫はあったか？変わった？どうだろうな。旅の中の疑問はいつだって複雑だ。旅人が見聞きしてきたことは旅人自身がゆっくりと味わえ。そうだ、共に操船儀式を準備してくれた礼に、お前に地層をおごってやろう。ん？ああ、安心しろ。今回はちゃんとモラを持っていく。今夜、お前を市場でも評判の港の老舗へ連れていく。港の老舗？酒の店か？そうだ。埠頭付近の三杯酔いで待っているぞ。ああ、来たか。注文は俺がしておいた。この三杯酔いはモンドの酒場とは違うぞ。ここの店主はジュースのような空気の読めない注文を断るからな。だからお前には酒造団子を注文しておいた。皆様さえよろしければ、行幸様の軍玉閣のお話を再開いたしますよ。おお、講談師がいるぞ。いい雰囲気の店だな。市場での評判を得るには美味しい酒の他にも環境が大事だ。しかしここで言う環境とテイワット観光ガイドに書かれるような酒場の環境は別物だ。皆様ご存知の通り、この港の上には雲上の宮殿、煙火の暗宮があります。天へ届くかのごとし所業とはいかなものでしょう。ご覧ください。これこそが行幸様が築いた天へと通ずる産業でございます。晴れた日に
宮殿から外を眺めれば。絶景かな。リーユエ港の景色の大半を一望できます。行幸様は何か大事があるたびに人払いをし、三名の腹心だけを連れてこの軍玉閣を訪れます。腹心を連れて何をするかって、それは腹心に情報整理や書類の処理をしてもらうためです。書類が次から次へと壁に貼られ、それは多いほどいい。しかし白い壁が書類で埋め尽くされる前に、行幸様は決断を下されます。その後、彼女は全ての資料を細かく割いて紙切れを窓の外へと放るのです。その様、まさに壮観。ゆらゆらと揺れ落ちる、それはまるで突如現れた雪と見まがうほど。紙切れに書かれた文字は、このリーユエの商人が見れば雪の上に落とされたインク、実に目に留まります。このような詩があります。ひょうひょうと雲上から落ちてくる雪、一辺の文字でも頂上なり、一年で山河を飲み込む勢いあり、天堅を尊ぶこと誰しもが知る。考えてみてください。紙切れとはいえ、行幸様が策を練るために用いた考えにどれほどの価値がおありか。それが1枚や2枚少しでも多く手に入れば、行幸様の指の隙間からこぼれ落ちる利益を同業者よりも享受できる。天珠園行幸、最近この名前をよく耳にするよな。リーユエの人は彼女の話をするし、ファデュイは彼女を嫌うし、先祖の亡骸を隠したのも彼女みたいだし、ゲーセン儀式でも一回見たような。一体どんな人なんだろう。やっと見つけました。絶雲の間から帰ってきたもの。誰だ。待ってください。私は仙岩軍でも、あなたたちを捕まえに来たものでもありません。確かにリーユエ七世の使者ですが、私はカーン、月海帝の秘書です。あなたたちに会うためにここに来ました。正確に言いますと、本職は七星全員の秘書ですが、今回は一時的に行幸様の特使として参りました。おお、噂をすれば行幸の使者が現れた。絶雲の間から帰ってきたもの。この場で礼儀が十分に行き届いていないこと、お許しください。しかし私が持ってきたこの手紙は、行幸様が天珠園として正式に出された招待状です。あなたを空中宮殿に招待いたします。招待状だって。そうです、行幸様はこう言いました。彼女を連れてきなさい。彼女に会うわ。軍玉閣で彼女と一緒に煩雑な暗流の糸を一本ずつ断ち切るから。
あのカンウっていう使者、言うだけ言ってどっか行ったな。でもリーユエ七世から招待状をもらうなんてどういうことだ。お金持ちと会うんだから礼儀には気をつけておこうぜ。客人として軍玉閣に招待されるものは確かに多くない。行ってくるといい。ああ、操船儀式のことも忘れないでくれ。軍玉閣から戻ってきたら敵火衆で落ち合おう。おう、覚えておくぞ。終わったら敵火衆で合流しような。
食出撃。本当にしぶといんだから。Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, mettez des likes et activez la cloche de notification. Ciao.